阿蘇市一宮町にある阿蘇神社の桜が見頃を迎え、令和3年3月23日から桜のライトアップが始まりました。この桜のライトアップは地元商工会青年部が地域の活性化と阿蘇市の阿蘇の花の祭典イベントの一環として行っているものです。阿蘇神社参道脇には18本のソメイヨシノが植えられていて、木の根元に 17基のスポットライトが設置され桜を照らしています。ライトアップは午後6時から始まり地元の市民や観光客たちが闇夜に浮かぶ鮮やかな夜桜を写真に収めたりしていました。阿蘇神社の桜のライトアップは4月4日にかけて午後6時から10時まで行われます。 また門前町商店街の通りに畳を敷き恒例となっているお座敷商店街が3月28日と4月4日の日曜日に開催が予定されています。